場出張版もやしもん再び。改めましてここにアニメもやしもん第2期もやしもんリターンズの制作を宣言します。今度こそ我々金の物語にするぞ。おー、そんなこと言われても第1期を見てない人たちは何の話かよくわからないんじゃないか。おお、そう言われると確かに。それじゃあ第1期見てない人のためにおさらいをしたらいいんじゃない。こちらをご覧ください。この物語の主人公は沢木宗右衛門忠康。彼には金が肉眼で見えるという特別な能力があった。農大に入学した彼は我々金に導かれ、五木恵三、美里、川浜、及川、武藤、そして長谷川らの仲間たちと共に金による新世界を夢見る。忠康の親友である結城慶が助走に走りショックで金が見えなくなったりもしたけど、来るべき金による新世界に向かい沢木宗右衛門忠康と金との共生はまだまだ続く。おー、でもこんな話だった。ああ、こんなもんこんなもん。第一期の頃から俺ら金も代替わりしてるからな。よろしく。